かの場所をよく回ったってね、行ったりするんですが、今回ね、まあなぜこんな朝早くって、今ね、5時40分ぐらいなんですよ。なぜ早いかというと、実は僕の大好きな、穴場ビーチがあって、まあ、ここから近い場所なんですが、ちょうどね、今日というか昨日か、昨夜7月7日で七夕だったんで、天の川ですか、ミルキーウェイをね見たいということで、ちょっとバーベキューしながら、はい、ビーチをで過ごしてたんですが、まあ残念ながらあんまりね天の川を見ることはできなかったんですが、ちょっとね30分ぐらい撮影してきていいねってね話をして、今、まあ、一人で死ぬ人を待ったりねやってきた感じなんですが、あーもうすっかりこれ頭が少し出てますね。というかね、僕ずーっとね YouTube や、Twitter とかね Instagram いろいろ SNS はやってるんですが、宮城島のことをねずっとね市離り、まあ、宮城島もそうだし浜比嘉島も、まあ、この辺の離島、まあ、伊計島、今画面に映ってる伊計島が一番離れている、離島みたいなね島っていう意味で市離り、そして今僕がいる宮城島は高離りっつってね、まあ後で見せる、おーだいぶ登ってきたな、さっきよりも早いな、高離り、高い離れた、島って書いて高離りって言うんですよ。で、偏座島が離り、そしてねなんかね浜比嘉島は何だったかな、浜比嘉島だったかな。でね、なんでねずっとね他のもう完全に早いね、最初よりももうさっきは半分ぐらいだったのがもう完全に太陽出てますね。でね、なぜね間違えたかというと、5、6年前に市離りプロジェクトって言って、まあ、伊計島とか宮城島とか、まあ、浜比嘉島のいろんな、なんだろう、紹介をするなんかプロジェクトがあったんですよ。でよく考えると市離りプロジェクトプラス3みたいなね、足す3ってあったんで、他の島もまあ全部市離りなのかなってね勘違いしていたんですよね。おお、太陽がもう昇ってだいぶ上がったな。なのでね、ずっと最初はね伊計島だけって分かっていたんですが、ついついね市離り、もう全部の離島を市離りってね言っちゃってましたね。ちょっともうだいぶ太陽も上がったんで、市離り宮城島の死ぬ武道万歳で石碑があって、市離りじゃなくて高離りっていうね言葉があるんですよ。それにしても綺麗ですね。こちらの反対からね見ないと起きなかったりするんですが、昔は読み方がちょっと分かんなかったけれど、これ高離りって書いてるんですよね。物知らせどころ、やもの調べた、またちたばうえのこのね、よく全部は意味が分かんないんですが、高離りっていうのがねこの宮城島で、でもねそう考えると、宮城島の多分一番皆さんが観光客が、ね、お目当てで行く、島マース塩工房さんでしたっけ、なんだっけ観光製塩ファクトリーだっけ、まあね、お塩が売られている、花風万太の幸せ岬とかが絶景なんで、まあ、よくそちらに行くと思うんですが、そのね幸せ岬行く手前に、あっちは3カ所ぐらいなんか心地いい川じゃないなんか名所みたいなのがあって、竜神風洞
座、そして離り滝ってのがあるんですよ。その離りっていうのはまさしく一離りの離りの要するに島なんで、本当は偏座島だと思うんだけれど、そこにもね離り滝っていうのがあるんで、本当なら高離り滝とかそんな感じになるんじゃないのかななんて思ってるんだけど、まあいいや、そういうペラペラね。朝日を見に来たんでしょうか、まあ、なので今画面に映っている奥にある島、伊計島が一番離れてるっていう意味で一離り、そして僕がいるこちらね、まあ、右手の方には、島回すの宇宙ナーさんがあってね、この僕がいる島が高離れでしたね。今までのまあ直せる分を直そうかななんて思ってるんですが、なんか誤解というかどこかでミスっちゃってね、ずっと一離りってね言っちゃってましたね。浜比嘉島も全部そうだね。5年前ぐらいプロジェクトだったんですよ、一離りプロジェクトプラスサリっていうのがね。でそのサイトとかを見ると、載ってるサイトを見ると浜比嘉島とかも載ってたんでね、いつの日かなんかね、全部を打ち離れちゃったんですよ。訂正ですね。なんかもうぼちぼち帰らないといけないのかな。実はね、ツイッターで知り合ったね、観光客をね、今日案内してるんですよ。今日っていうか昨日から。お昼ぐらいにね、この、まあ、離れ島、いろんな離り、高離り、一離り回ったんですが、またねこれからあちらの伊計島の奥にあるねホテルで、まあ、お風呂に入れるということなんで、まあ、もちろん有料なんですが温泉があるらしいんで、そこでね一風呂浴びて、そこからまた伊計島だったりね、こちら案内しようかななんて思っています。ただね本当に残念だったんですよね。今日ね晴れてるんですが、ね、浜の川っていうのがねいまいちどれなのか分からなくてね、もう月がまだ出てますね。なんか暗い場所だったんで見えるかなと思ったけれど、満天の星空なんで、むしろねあっちこっちが星だらけで、どれがね浜の川か分からなかったっていうね感じでした。まあしばらくなんか見れるっていうことなんで、またねどっか行く際にはね見ようかななんて思ってるんですが、今日の海最高だな。なんかベタナギっぽい感じはしますよね。風は結構吹いてたんですけどね。はい、というわけでちょっとね少しだけ短い動画になっちゃったんですが、まあね今回訂正があってね、まあ日の出ね出る瞬間はちょっと見ることできなかったんですが、半分ぐらいから、ね、上がるまでね見れたんでよかったです。というわけで今回はうるま市の離島の一つ、高離り宮城島の新ぶどう番田から、朝日の映像をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったね、バイバイ。